青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はですね、ウクレレをぐっと握りしめるのではなく優しく持ちましょうというお話をさせていただきたいと思います。最初のうちは持つのはなかなか難しくて、どうしてもこっちから入ると思うんですけども、ストラップなしで持ったらどうしてもこの安定するまで少し時間はかかると思うんですね。ウクレレがうまく、ホールドできなくて、どうしても力が入ってしまうっていうのがあるんですけども、力を入れてしまいますと音が豊かに響かないんですね。そのために今回の動画ですね、音を豊かに響かせるためには優しくホールドしましょうというお話なんですね。で、どんだけ音が違うかというのを、このウクレレ、マーチンのこれなんですけども、特に裏板がよく振動しますので、こういう症状が出てるんですけども、裏板をぴったり体につけますと、豊かな音がちょっと小さくなるんですね。そのどんだけ違うかっていうのを見てもらいましょう。これどこにも触れてない音ですね。それで、裏板を体にぴったりくっつけますと、話しましたよ。もう一回くっつけますね。わかりますか？じゃあ2回くっつけて弾いて、2回離して弾きますね。ぐっとホールドします。もう一回、もう一回離します。わかりますか？これだけ違うんですね。このウクレレだけというわけではありません。あなたのウクレレもそうだと思います。裏板があんまり鳴ってないウクレレは、そんな差が出てこないかもわからないですけど、豊かに響いてるウクレレですね、これすごくこんだけ変化が出てくるので、優しくホールド、ある程度は体にくっつけて弾きますので、その浮かした状態でこうやって弾くわけで、こうやって弾くわけにはいかないですよね。だからある程度の音が消えるのは仕方がないとしましてもですね、こうやってなるべく、今持ってるのは本当この辺ぐらいとこの辺ぐらいを軽く触れてるぐらいなんですね。してあげると、豊かに響くようになると思います。はい、今持ってるウクレレですね、なんか音が小さいな、響かないなっていう方、ちょっと試してみてください。こうやって体から離して弾いてみる、体にくっつけて弾いてみる、いつもの持ち方で弾いてみる、その差がどれだけあるかですね。もし差が結構あるようでしたら、力を入れすぎてるっていう結果が出てくると思うんですけども、DJ のウクレレ講座、今回はそのですね、ウクレレ大好きだからといってギュッと握りしめすぎないように優しくホールドしてあげましょうというお話でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される。土に染みて消えてゆく、表に残らない、大事なものはその先にある、全て